え、もう、え、直球に聞いていいですか。うん、ガチリアルで誰、何人と付き合ってますか。いや、数えたことないんだよね。いや、数えたことなくて。じゃあ、本気で好きになって、うん、付き合った人の人数。本気で好きになったのは、一番最初の彼女は本気だった。おぉ、でもそれ、ああ、2人かな。へぇ、うん、なんか本当に好きになることがあんま少ないかもしれない。じゃあ今のタイプは、今なんだろうな、理想の人みたいな。やっぱり明るい子が好き、元気が欲しいから。俺は結構こう見えて、あの陰キャラなのね。そうだから、その YouTube とかをやっ て、すごい心が折れそうになるときに、なんかあったら元気になる子がいい、やっぱり。うん、自己紹介のときに私しようと思ってたんですけど、うんうん、めっちゃ迷って、うん、私がその一目惚れした人にめっちゃ似てて、うん、あ、そうなの。本当に似てて、実際元彼に似てるって言われても、まあ複雑っていうか、パーめちゃ痛い。じゃあ、あっちに行ってくる、はい、また話しましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。絶対行ってください。絶対行きます。